いらん。クライマックス、ゆうたカウントットでーす。ということで、本日をもちまして、ゆうたくんの平成終わるまで挨拶罰ゲーム終わりました。お疲れさま。お疲れ。まあ結局は楽しかったんですけど、これは罰ゲームだよっていうのをこすってほしかったから、一人だけなんでアピールしてるんですかとか DM 来たんで、ちょっと心痛みました。罰ゲームでやってんだこっちは。え、そんなに綺麗だと思う。うん、リスナーさんにちょっと捉え方が違う。リスナーさんはちょっと気をつけてあげてください、ゆうたくん。いやけど、ヒゲ生えてるからわかんない、何言ってるか。もみあげのところにもつむじあるし、うん、ハゲててみ。なんでここが急にこうきた。今日の動画で、まあ一応平成が終わるということで、僕たち160本くらい動画出してきたわけじゃないですか。はい。なんか良かった企画とかあれば。まあラファエルでしょ、大義語でしょ、ツッコミ。あー、ドラマ出しちゃい。何、やっぱり俺は怒ってます。え、なんで。なんか勘違いしてないか、俺ら自分たちのことを大物だと思って部屋にこもって企画とか撮ってないか。うん、間違ってます。聞いたことのある流れだ。僕たちのモットーはラン&ガンでしょ。昔からラン&ガンで全国制覇するって俺は言ってる。トヨタマだけだろ、お前。トヨタマの昔の監督のスタイル、それちょっとそういうことじゃなくて、自分だろ。やっぱ面白いこと追求することじゃないですか。はい。もっと分かりやすく面白くさを伝えるために、今日は過酷な企画僕が考えてきました。24時間企画ね、全員分用意してきてあるんで、今から発表していきたいと思います。よろしくお願いします。拍手。もう一回やろうぜ。もう一回やっちゃいましょう。もう一回って言葉どうやって君たちから出んの。え、マジでどういうこと。え、今のはマジでヤバくないですか。12月こうやった時の動画見てください。この二人はサボりました。僕たちはじゃあ2個やると許します。全然いいよ、2個やるんだったら気にしなくていいっすな。すいません、あんま言い過ぎた部分もあったかな俺も。ということで24時間企画発表していきたいと思います。まずはアムギリくんから。アムギリの企画、コンビニのイートインに何時間滞在できるのか。24時間ですらないと。逆に短いかもしれないし、長いかもしれない。長いかもしれない。新しい、新しい、全然新しい。いやー、ちょっと未知だね。どんぐらい通すのかって。お前コメント普通だろ。ゆうまくんの企画、24時間とりあえず原始生活。トレンドに乗っかって、これはまた新しい。24時間とりあえず原始生活、新しい。前髪でも早すですか。違う、落語家みたいなのよ、さっきから。新しいね。これ米津玄師さんの曲だけで24時間カラオケ歌いきるという曲。カラオケに行って僕は欅坂46を歌えないんですか。全く歌えません。頑張ります。続きまして、ゆうたくんの一つ目の曲、1ヶ月駄菓子生活。これは今日からです。1ヶ月駄菓子生活、これ新しい。ゆうたくんって痩せてるじゃん。痩せてます。だからやっぱ駄菓子で栄養取ってほしいな。取ってほしい。知識なさすぎるよ。検証みたいなことにもなってきてんだ。2つ目の企画、24時間ヒッチハイク生活したらどこまでいけるのか。それだけはちょっと待って。だから魚とかと一緒にそのままこうグーンってカメラの前でこうやってマオブーガスってこのままマオブーガス。もう本当に本当にハリーじゃん。やばい、今日に関しては。それで上げててみ。上げていかないで。ということで、じゃあゆうたくん頑張ってください。じゃあ僕の企画は、一つ目の企画、24時間編集生活。最高。チームに貢献もできてるじゃないですか。やっぱりサボったら勝つ気がこうと思ってます。1本5時間ぐらいかかる、5本はできる。おーおー、効率のいい、効率のいい企画です。頑張ってください。これがまあ前回やってない分っていうことでやってます。ヤマト君、2つ目の企画、24時間歩いたら人間はどこまで進めるのか。楽しそう。超楽しいじゃん。マジで楽しい。過酷観光じゃん。自分でも気になる、かつ検証したい。あ、なるほど。ぜひやってみて。楽しみたい。ラスト9。いや俺ね、前回24時間ヒサロ企画っていう本当に病院にまで行く羽目になった地獄みたいな企画をやって、今回は軽めの企画をもらえると考えています。魚釣り選手権とかでしょ、多分俺だけ選手権になってる。ヒューグ君の企画、48時間ヒサロ生活。やばい、何やってた。新しい48時間ヒソロしちゃってた今。24時間ヒソロで病院に通い続けた男に48時間ヒソロに入れって言った。うん、大丈夫。いやマジで大丈夫。そういうことで進めていきたいと思います。進めんな、楽しみ。殺すぞマジ。まあ殺すぞって言われると思って新しい企画マイク用意して。え、絶対大乱闘友達とやってみた。DS 買ってみた。バナナ揚げ500キロ食べてみた。500キロ。やりましょう。やらさせてください。木下優香さんやんっていうボケだから。新しい。違います、すいません、僕はくちばしてみました。あ、じゃあ絶対前髪ちょっと切ってみたい。
ヒューガくんの企画、24時間ママチャリでどこまで進めるのか。すごい、これはもうマジでどこまでいけるか気になるし、新しい期待。はいはい、いや、おい、お前ふざけんなよ。お前24時間ヒサロ企画やらされた後に24時間チャリ壊せんのか。次は俺ってヒューガのやつはツインって、で俺が歩きでどこまで行けるのか、ヒューがチャリでどこまで行けるのか、ユウタがヒッチハイクでどこまで行けるのか。あら、じゃあトリオじゃん。ツインって言ったけどここら辺で気づいてた。あ、トリオやんって。いやいや、トリオやんやらさせてください。ということで全員の企画が揃ったということで、令和上げていきたいということで、僕たち若いんで。山崎21だけどな。もうクソガキが。クソでしょ、ヒゲまみれ言い過ぎだろ。マジでやばい、ジメジメして。ちょっとマジで傷ついた。傷ついた。ゆうたくんのクソ顔に。お前一番リアクションなかった。クソに傷ついた。かばえなかった。ゆうまが悪いと思う。じゃあゆうまくんは脱退です。今日からこの音4人でやっていこうということで。じゃあみんな今までありがとう。マジありがとう。行こう。ちょっともう2人くらい止めて。まあね、こういう風に体張り聞くバンってみんながやることになったので、はい、楽しみにしている企画とかコメントしてくれると個人の活力になるんでコメントしてみてください。平成皆さんのおかげでここまでやってこれましたけれども、はい、令和もねやっぱ熱い時代にしていかないとということで、僕たち頑張っていくので皆さんもぜひこれからも、ね、応援コメントなどよろしくお願いします。はい、本州ぶち抜いたらということで皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。5月ぶち上げていくんでみんなよろしく。バイビー。